鏡川橋停留場は、高知県高知市元宮町にある土佐電、交通野線の路面電車停留場。野線において、伏線と単線の境界となる停留場で、当停留場で折り返しとなる電車が多数、設定される。また、駅長が配置されている、停留場でもある。野線波土で、電、交通の前身である、土佐電気鉄道によって1904年に、 堀詰上室館で開業2年後の1906年に乗り出から路線が延伸された。鏡川橋停留場はこの延伸に際し路線の終点として開設された。鏡川橋から先、井の方面に路線が伸びるのは翌年のことであり、この時は校内までが開通した。井の線は開業当時単線であったが、起点側から順次複線化が進み、 1958年に、蛍橋から東帝流場までが伏線となった。これに合わせて、それまで蛍橋で折り返していた電車の折り返し地点が東帝流場へと移っている。また、秋線が存在した頃は、東帝流場から秋線終点の秋駅までを結ぶ直通電車が運行されたこともあった。鏡川橋停留場は、イノセの平洋軌道区間にあり、 道路上にホームが設けられている。上り張り間や橋方面行きのホームと、下りの方面行きのホームが2本の線路を挟んで、向かい合うが、このうち下りホームは校車専用ホームと上校ホームの2面に分かれていて、蛍橋寄りに校車専用ホーム、鴨部寄りに上校ホームと縦並びに配置される。上りホームは2両、下り上校ホームは3両分の長さがあり、 東底流上での折り返しで電車が複数滞留しても支障がないようにしている。また2面ある下りホームの間には渡り線があり、東底流上での折り返しに使用される。停流場の北には鏡川橋変電所、南には待合室と乗務員詰め所があり、1日乗車券等の販売を行っている。駅長が配置され、運転整理や井の方面へ向かう列車への 出発合図などの任にあたる。隣のカモブ停留場との間には、鏡川が流れ、軌道は鏡川橋梁にて渡過する。鏡川橋梁は両側を道路橋に挟まれた軌道専用橋で、現用の橋は1979年5月に完成した三代目である。初代は1907年9月の鏡川橋。 校内間の開通に伴い加強され、1948年6月に2代目が完成するまで使用された。2代目の完成後も、初代の橋脚は数年間損置され、看板を取り付け広告塔として利用されていた。鏡川橋バス停留所があり、以下の路線が乗り入れる。鳥越方面のバスは停留所前を通るものの、停車しない。ABCDEFGH 土砂電鉄が走る町根三38から39ページ、ABCD 川島敬造、四国、九州ライン全線、全駅、全配線第2巻四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、43.93ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。 abcdefgh 土砂電鉄が走る町九尺98.156から158ページ今尾圭介日本鉄道旅行地図帳11中国四国新庁舎2009年60ページ ISBN 978から4から10から79万29から6上野広と土砂電交通再出発便利な市民の足に高知で 設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 AB 川島慶造。全国鉄道事情大研究四国編。創始者。2007年。291から292ページ。ISBN 978から4から794216151。ありがとうございます。